今船の上からでございます。住吉丸の上からでございます。赤エビ朝取れたて、本当に美味しいでございます。赤エビは匠に自慢でございます。甘エビより甘いぐらい、初恋の味より甘いぐらい、本当に甘い赤エビでございます。朝ごはんでございます。アナゴを炊きました。ムジマという魚も炊きました。そしてイカ、マイカの小さいの新婚と呼んでおります。あのイカも炊きました。赤エビも炊きました。本当に美味しい。今タグムネが一番おすすめ、アジ、マアジでございます。キラアジ、マアジの刺身を食べました。あのアジも本当に旬、これから本当にどんどん脂が乗ってまいります。今日も本当にいい脂が乗っておりました。タグムネ、マダイの刺身も食べました。マダイも本当に脂が乗り出してきました。本当に美味しいでございます。タグムネおすすめ、今ならお得でございます。本当にうまい。今の言った魚すべて美味しいでございます。タグムネは嘘は言いません。もし赤エビを見つけたなら必ずお買い求めくださいませ。赤エビ塩茹で最高でございます。でも赤エビには次の日とかはあまり食べられんことになっております。頭が黒くなりやすいのでございます。なのでその日の赤エビをお買い求めくださいませ。本当に美味しいでございます。タグムネいっぱい食べたでござる。美味しい美味しい。ではまた浜の歌せでよろしく。バイバイ。